県流は、海上自衛隊の潜水艦、総流型潜水艦の4番艦。艦名、県流は、部を示す、県を含む、有毛果敢なイメージの名称が適当であるとして、選定される。県流は、中期防衛力整備計画に基づく平成19年度計画2900トン型潜水艦8119号艦として、 川崎造船神戸工場で2008年3月31日に寄港され、2010年11月15日に命名、浸水、2011年8月25日から海上講務を開始、2012年3月16日に収益し、第1潜水隊軍第3潜水隊に編入され、呉に配備された。2016年1月18日から4月9日、 までの間、米国派遣訓練に参加。2020年2月12日から5月10日までの間、ハワイ諸島方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施する。潜水艦、権流世界最高峰の技術を結集、機密に満ちたその艦内は、海上自衛隊 HP より、新造潜水艦、権流講師開始。 世界の感染第750周回認者。川崎重工、潜水艦、県流を引き渡し。日経プレスリリース。http:// コロンススララッッシシュュリリース日経 .co.jp/.detail.cfm スラッシ、リールドイコール30万 5537&、リンドットイコール4平成27年度。 第2回米国派遣訓練について令和元年度第2回米国派遣訓練についてありがとうございます。